でも見ないでしょ、全く見ないっすね。それ聞きたいから。見ないの意外だった、うん、恋愛映画は恋愛映画もあの選ばないですね、そのジャンルを誰かと見に行くってなって友達が見たいとか言ったら別にいるけど、うん、え、じゃあ E.T. とかの方が見たいですかどんなにタフ恋愛が結構 E.T. なんだ恋愛番組ってその恋したい時に見るの、いや、そういうわけじゃないよな、あ、それもある、なんか自分がそっちのモードの時も楽しいし、うん、逆の時も楽しいし、うん、あとはもうその人様のあらを見れる恋愛バラエティーは、はい、ここでなんかあみんなもこういう恥ずかしい部分あるんだなで、うん、補強できる、まあそれはあるな、人間、はい、人間やもん、人間バラエティーやんな、はい、恋愛バラエティーじゃなくて好きなんや、好き、めっちゃ見てた、もうね、人間なのよ人間ってこうですよねっていうのが詰め込まれてるっていう恋愛には、恋愛だけじゃないの、もう恋愛バラエティっていうのは、その出たいと思って見てるの、出たいわけないやん、あれ出たい、もう出かけましたよね、うん、でも一回ほんまに恋愛バラエティ系のオファー来たことあって、うん、で結局それなんかバラシになってんけど、うん、私受けたよそのオファー、おあんまり詳しく言われへんねんけど、芸人としてってこと出るの、芸人としてもう、 うわーそれハードル、 W より後やねんけど、え、恋愛バラエティのオファー来たら受ける、もう普通に芸人として、あ、来てんねや、来てんねや、たまに来ます、モニター側だったらいいんですけど、実際出る側は絶対出ないですね、あ、確かにそうやん、そんなイメージないな、来んねや芸人に、こそこそしてるんですか見せるもんじゃない恋愛は、話は絶対表でしないっていうポリシーがあるんで、あ、そうなんや、はい、何カッコつけてんの腹立つねん、この首の動き、うん、あんまりなんか、部屋で喋るのと違うか、先生、イライラ聞いてない聞いてない、インタビューしてない、続いてないよ、インタビュー、おすすめの恋愛バラエティーはって、私あれ、オオカミちゃん見ましたよ、オオカミちゃんには騙されない、あります、オオカミちゃん要素、オオカミちゃん要素って言ってくれてない、はい、オオカミちゃんです、オオカミちゃんですか、オオカミであるよ、確かにあのさ細くて強いっていうの、細くて狼細いけど生きり立ってるやん、そこじゃない、これからじゃ自称オオカミで、自称オオカミ、一回私がおすすめしてカノンさんが見てくれたあのザ・ジレンマっていう、あーあったあった、ありましたね、あそこまでなんかもう振り切ってたらさ、そうもう映画よ、最高なんですよ、恋愛バラエティやったけどさ、欲望にまみれた男女、キスとか出るザ・ジレンマ、私が、うん、出るか、え出ようや、出てください、ザ・ジレンマお願い、ザ・ジレンマ出てくれ、日本に来た時ね、あ、日本版ね、日本版が生まれた時はちょっとオーディションだけ行ってもらっていいですか、出てへんよ、A マッソがキスしてランプ引かんねんナナに怒られてる、カノちゃん、カノちゃんの恋愛バラエティだけは見たくないな、ほんまに見たい、見たいよ、見たいな、だって私見たないやろ、普通にコント番組でもうコントの流れでなんか大家族みたいな感じでお風呂にぎゅうぎゅうに入るっていうくだりであったな、 A マッソがバスタオル、裸にバスタオルだけ巻いて出てきた時でもちょっともやっとした、もうやらんでいいよ、やらんでいいよもうエマソそんな半裸、半裸でやめて、エマソの鼻がギリギリやったな、あれもそのね、おちんびんになる人がいらっしゃるから、おちんびんおちんびんと呼んでらっしゃる、はい、あの現象を、はい、おちんびんちゃいますよね、うん、A マッソの反乱はちょっと、いやでもな、本人が言ってるだけでな、マキちゃんもそういうとこあると思うで、ん、別に全部ファンの心理を把握してるわけじゃないやろ、うん、いやマキちゃんもマキちゃんでそういうシーンがあればもうマキちゃんファンはおちんびんよ、おちんびん、おちんびん、ウエストがエロいんですって福田さんって、いや私ウエストエロいんすよ見たくねー、私のウエスト、それな、何やってたからやっけ、空手遅くなる、空手やってたん、ウエストくびれの理由史上一番ダサいよね、うん、空手空手やってたから細いんですよ、ちょっとやって空手、あ、ちょっと空手やるって何肩を
空手見たことない生で。おっす、えい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 。あー、まあ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 確かにね、確かに確かに。何が確かに。なんでやらしたんや。小学校の時の記憶しかないから、えい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 。小学校の時で止まってるから。えいえいえいって言っても首で首入れる要素あった。かわいそう。今のだってもうほんま見る人から見たら AV やから。なんでどういう種類の、どういう性癖その人。ぐしゃぐしゃ。嘘やろ、空手で。何時に見たいですかこの番組。え、10時です。え、朝夜平日の夜10時です。夜10時。ホーステー。ホーステー。だいぶライバル視してる。してる。え、どこ目指してんの。ピカデリー。ピカデリー。ピカデリー。え、映画。うん。しかも映画館。うん。映画館。うん。なんかこう、あの上映スケジュールみたいなところにこうトゲありトゲなしトゲトゲ。で、あの横に席の埋まり具合が書かれるから、もう常にこう三角か×にしておきたい。そこそこのプレッシャーもうそこのプレッシャーまで想像できてんねん。それはもう席数によるしな、うん、ちっちゃスクリーンだと思ってます。ちっちゃスクリーン、ミニシアターのこと。ちっちゃスクリーン。ミニシアターじゃなくて。全然映画のこと知らないじゃん。え、どちっちゃスクリーンって何。えどっか行った、急に離席しました。いや、なんかまさかちっちゃスクリーン拾ってもらえると思わなくて、あ、なんかそんな見ててくれたんだみたいな。でも確かにちょいちょい前からすごい目は合うなって思ってたんですよ。それちょっと恥ずかしいけど、あ、気にかけてくれてるのかなみたいなのを思いました。まあでもみんなに優しいからな、みんなのボケも拾うんですよね、きっと。分かってるんですけど、なんかすごい嬉しかったです。え、スクリーンどうですか。怖い怖い、何何スクリーン、ちょっと怖いのよ。スクリーン案こうじゃないのよ。スクリーンっていう案はどう。帰ってきてじゃないのよ。何何怖い怖い。スクリーンバラエティやからあんま映画館との相性そんな良くはないと。もう言うたこれが流れるわけやろ、まあね、うん、ね、なんでホテってんねやろこの人。どんな番組にしていきたい。え？どこ行くの？なんかサーヤの中に一個大きな変化が訪れたっていうのはちょっと感じてて。何やってんねん。でも私はサーヤに突っ込んだ時に、なんかマキちゃんがちょっとあってなんかちょっと悔しそうな顔をした。してないよ。分かったんですよね。してないよ。ね、それを感じながらこう突っ込むことを止めれない自分もいて、なんか楽しかっただけの頃に戻りたいですね。何があって楽しいやろ。え、それそんな渦巻いてんのここで。なんかかな。映画無理よ。ちょっとな、何してるんですか。なんかあっちに変なスペースあるんですけど。いや、これあくまでその私たちってリアルじゃないですか、うん、リアル。そのこの番組って本当限りなくうちらのリアルを映し出してる、うん、まあ、要は恋愛バラエティのカットバック知りません。そのやるけどね、なんかあの今日のデートどうでしたみたいな、うん、やっぱそこで本当にどう思ってたのかっていうのを伝えないと。うちらがここでやってる。誰に見せんのよ。誰に聞いてほしいの。そのいやだ、見てる人がその時どう思ってたんだろう、うん、あのボケの時って。そこまで深く見てないよ。ぼーっと見たいって言ってたやん。でもなんかやっぱ嘘がどんどん積み重なってきてるから、うん、今一度こう本音を見てもらうカットがないと見づらいと思うねん。本音を、うん、本音なんじゃあそこで喋ってるの。あっちの方が嘘かなって思ってんねんけど。いやもう同家と本音、こっちは同家なんや。同家、うん、見づらくない？朝熊本で朝10時からこんなん流れたらさ、
熊本の朝って東京の2時ですから。違うよ、時差ない時差ない、そんな。もう完全に好きですね。好きって言ってるよね。いやなんか、そういうことするタイプなんだみたいな。時差ないよって。いや、はずいやろ。はずいねん。そんなこれ見よがしに言ってないのよ。